ランディ V は進化し続ける。はい、ということで、精一杯の俺メタル魂をちょっとやってみたんですけども、本場のねメタルの人からしたら、まだまだメタルじゃないって言われたら本当すいません。でも初めてジャクソンのギターを僕弾きまして、もちろん知ってたんですよ。ただなかなかね手が出せなかったところであるんですけど、今回こういう機会をいただいてこの素晴らしいギターに出会うことができたので、とても嬉しく思ってるんですけども、言わずと知れたランディ V ということでですね、本当にねこのギターなんですけど、今結構ね激歪みでやらせてもらったんですけど、クリーンの音をねぜひ聞いていただきたいんですけども、はい、ということで、まあシンプルなコードを弾いてみたんですけど、これぐらいサスティーンがあるんですよ。だからこそたくさん歪ました時にすごいこう綺麗にこう音がちゃんと歪んで、なおかつ結構エッチーなこうアグレッシブなサウンドが出せるっていうのがこのギターの特徴なんじゃないかなっていうふうに僕はこう弾いてみて感じました。でね、これねめちゃくちゃ気になってるのがここにスイッチがあるんですね。こうやって上げるとスイッチになってて、これがブーストスイッチになってて、プラス20デシベルまでこういくというものすごい、要はこれでソロブーストみたいな感じなんですよ。で普通に弾くと、これぐらいで、これがブーストつけると、切るとつけると、っていう風にブーストされるんですよ。なんでなんていうか、ソロの時にエフェクターをこう踏むっていうことをしなくてもこっちで結構調整できるんですね。でクリーンだと結構分かりやすいかな。クリーンだとすごい分かりますね。だから僕さっきね、僕試していいなと思ったのが、若干クランチぐらいの時からこのブーストスイッチをつけると、っていうバッキングをやっときながら、曲中でもいろんなバリエーションを作れるっていうところがいいなと思ってて、でピックアップが一つでこうシンプルな作りなので、こういうところでニュアンスを出せるんじゃないかなと思います。であとは僕が印象的だったのが、この EMG ピックアップって結構いい感じにコンプがかかってガッとやった時にこうきっちり抑えられるみたいな印象もあったんですけど、このギターは結構アクティブギターなんですけど、結構、ね、ダイナミクスをしっかりつけれるなっていうところが、こう弾く人のその感情とかもしっかりなんか表現してくれるなっていうのをすごい感じましたね。それではちょっとまたね、いろいろちょロングトーンなんかもちょっと弾いたらどうなるかなってやってみます。
なんかこのギターの特徴としてこのスルーネックっていうのがすごい、このさっきみたいにロングトーン弾いた時のサスティンにすごいつながってるのかなと思ってて、今はまあその安直で結構裸何もかけてないこのギターの良さがすごい伝わるようなサウンドになってるんですけど、こっからまたそのディレイとか足したりとかしたらもっとこうなんか世界観が出たりとか楽曲になんかその物語ができたりするっていう上で、このサスティンっていうのがこのギターの作りとすごいこうなんか連動してるなっていう感覚がすごいありますね。あとはあのジャクソンのこの特徴としてのこのネックシェイプがこうシュレッド、あの早弾きギタリストの皆さんにのためにあるようなこの弾きやすさ、このストラップとかつけてないんでちょっとこういう移動がなかなか難しいんですけど、やっぱり弦移動とかする時もすごい弾きやすいです。なんかっていうような動きとか、うん、とてもねシュレッドに向いてるなっていう感じはしますね。あとはこの24フレットあるっていうのが、このまたさらにこのランディ V の先を行ったこのギター象徴なんじゃないかなと思います。このギターはこうカッタウェイとかにもなってないからむちゃくちゃこう行きやすいんですよ。このこの辺のサスティンもやばいですね。普通こんなに音出ないですね、サスティンがね。このやっぱこの辺でっていうようなソロって結構使えると思うので、なんかそういった意味でもこうピッキングがめちゃめちゃ得意な方とかすごいこう弾いてて気持ちいいんじゃないかなと思いますね。僕は結構そのピッキングとあのハンマリングとかをまあ使ったりとかするタイプなんで、フルピッキングでガーっていうのはちょっとね、あの僕はあんまりできないんですけど、ただなんかそのピッキングもあの得意な方とか運指の方も得意な方とか、やっぱもうシュレッド大好きな方にはもう本当に最高の一本なんじゃないかなと思いますね。これはやっぱ弾きたくなりますね。あんまりね、やっぱりこれはね、誰でも弾きたくなる気持ちはすごいわかる。あ、俺もランディになれたみたいな、そんな感じの音がね、もうね、そういう音なんでね、やっぱこのギターじゃないと出ない色がありますね。ぜひ皆さんもこのギター試してみてください。なんか音が潰れない印象がします。でしかも今これ安直なんですけど、それでいてこのいい音なんで、こっからまたディレイかましたりとか、こう好みのエフェクターかましたりとかってなってくると、やっぱねバリエーションが増えて、やっぱ元がねこれぐらい個性あっていいギターだと一回にもできますね、はい。で僕はこういう弾き方をしたのが初めてなので、そのなかなか慣れるのに時間かかったんですけど、でもまあちょっとね1時間ぐらい弾くと慣れてきて、一回ライブであの弾いてみたいなっていう気持ちにはなりますね。このフロイドローズとかもすごいかっこいいし、なんかこうアームした時の安定感もすごいあって、ゴールドっていうのもすごいいいし、素晴らしいギターだと思います。